台湾行き台湾。大家好，我叫モンド。皆さんこんにちは、大谷モンドです。私宮崎県出身で台湾でアクション監督俳優として活動中の大谷モンドが、宮崎と台湾のそれぞれの魅力をぎゅっと濃縮して皆さんにお伝えいたします。宮崎と台湾、なんと飛行機直行便で約2時間なんですね。こんな近くて楽しい国行かない手はないですよ。まずは宮崎の皆さんに台湾のおすすめスポットをたくさん紹介しちゃいます。僕がおすすめするディープなスポットや、メジャーなスポット、そして台湾から豪華なゲストが続々参戦するかもしれませんよ。なので台湾中の皆さんも必見ですよ。本日は八花の村タオイエンにやってまいりました。皆さん、タオイエンといえばですね、宮崎から直行便が出てるタオイエン空港が思いつくかもしれませんが、実はそれだけじゃないんですよ。見てください、この景色、バン、素晴らしいスポットがいっぱいあるんでございますよ。さらには日本人の口に合う美味しいグルメも盛りだくさん。早速冒険してみましょう。タイガーホー。まずは珍しいアイスクリームをいただきます。フルーツ味でもなく、チョコやミルク味でもない、こちら。美味しそう。あ、これ多分普通の梅、あ、これ梅の実も入ってる。酸っぱくないのかな。シェ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 、ほらシェシェ、早速ちょっといただいてみます。梅のアイスクリームみたいですね。はい、結構柔らかい。ほら、いただきます。お、お、お、うまい。あ、これね、なんだろう、その酸っぱさもあるんだけど、ちょっと甘みがかった梅ですね。で、しっかり梅の実が残ってるから、このアイスの食感と梅の食感のダブル食感。で、昔ながらの味。うわー、僕別に台湾で育ったわけじゃないですけど、ちっちゃい頃食べたことがあるような味です。すごい美味しい。梅味の梅アイス、おすすめです。さあ、甘いものをいただき、喉が渇いたモンドさんが訪れたのは、歩いた、熱い、手がめちゃくちゃ喉渇いたんですけど、なんかね、ちょっと音がするから多分人がいると思うんですよ。ちょっとお水いっぱいもらいに行ってきます。何の工場だろう、これ。工場かな。飲み物をいただきに訪れたとある工場。どんな工場なのか従業員の方に聞いてみました。すると、なんと、お茶の工場だ。いや、なんかね、めちゃくちゃいい匂いするんですよ。うまっ、まろやか。え、なにこれ。でも、緑茶じゃない。さあ、鈴間さん、这是我们叫的红茶。紅茶だ、紅茶、紅茶。うわ、这么好喝。而且它一点都没有那个苦味，就是有很乌龙的味道，而且有一点的甜味，而且很香。めちゃくちゃいい匂いする。なんか普段僕たちが飲んでる紅茶とはまたちょっと違います。ここロンタンはお茶が有名。モンドさんも工場見学をさせていただきながら、茶葉の香りに癒されました。やっぱね、うまいわこれ。おいしい。宮崎の皆さん、タオイエンに来たらぜひ挑戦してみてくださいね。グッドティー。続いて、
奇妙な看板を見つけたモンドさん。空港の看板っぽいけど、恐る恐る覗いてみると、お、なんか中にいいのかな。よし、わあ、ニワトリいっぱいいる。ニャーニャーニャーラワニ、台湾の地鶏でございますよ皆さん。うわー、頭がじゃあ、おつわんの。え、それ、这个有几只鸡啊？这边有大概400多只。400羽と400羽、すげえ。吃饭了没有？还没。还没吃饭？嗯，还没。那等一下请你吃个饭。真假的？怎么那么好客？是要帮忙我抓鸡啊？哎，抓一只鸡，我们回去煮好不好？我抓。哎，对对对对对。呀呀呀呀呀呀 ！OK， 抓一只鸡。好啊，简单，拜托，我是九州的狮子哦，很会抓哦。鶏を捕まえるのは簡単じゃないはず。そーっと後ろから近づいて。よいしょ、捕まえちゃった。よいしょ、こんにちは。確保！鶏取ったぞ！取ったぞ！夕飯をご馳走してくれるということで、伺ったお宅はなんと家庭料理がいただけるお店。爸，那你们有那个客家小炒吗？有，客家小炒是妈妈的拿手菜。哇，お母さんの得意料理はめっちゃこれ楽しみ。哎，不好意思，我可以要求一个东西吗？啊，你说。嗯，因为我真的很会吃，但是我也很喜欢做菜，而且呢，我自己很喜欢客家小炒，可不可以跟我？さあ、料理に自信ありと言っていたモンドさん、お母さんの家庭料理に挑戦するなんて無謀すぎやしませんか。豚肉、イカ、豆腐、ネギ、ピーマンなどをささっと炒めた家庭料理、あっという間に出来上がりました。好棒哦！天哪，皆さん、できました。本場中の本場のカージャーシャオタオでございます。カージャー！哇，好香哦！先换你炒哈，你要写啊。宮崎の料理の鉄人、私、大谷モンドがカージャー菜に挑戦したいと思います。楽勝でございますよ。豚肉を。いいですか、豚肉、はい、じゃーって全部入れちゃいます。はい、あちゃ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 、みんなさん意外だったでしょ、僕ら料理ができるって。こう結構ね、カリカリになってきたところでイカを投入します。はい、でしっかり炒め合わせていきます。自信ありと言っていただけに、意外と手際のいいモンドさん。具材は同じですが、味付け、炒め加減がどうなのか。まあ、美味しそう、できました。大谷モンド式カージャーシャオツァオ。さあ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 、ほらうまそうやん。普通に普通にこれ普通に美味しいやろこれ。ほらほら、さあできました、大谷モンドのカージャーシャオツァイでございます。ててててててエクセレント。ラバニャン、如何？如何？等一下吃就知道了。あ、好。食え、食えと。とにかく食ったら分かると。じゃ、早速いただいてみます。あ、まあ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 。モンドさんが作ったのがどちらか分かりますか？てててててて、ババーン！老板娘，嗯，你知道我那一个是我做的吗？这个是你做的啦。啊，嗨，そうです。啊，那没关系的，试试看。好，那就先那个你吃看看这个味道，好不好？哇，緊張するわ。哇，マジ緊張する。ドキドキドキ。多好。多好。多好。
OK 吗？差不多 OK 哈。嘿。但是这个有稍微咸一点点。ちょっとね、僕の焦げちゃう。没关系啊，这样就很好了啦。嗯。第一次做这样子就很成功了。あ、慰められた。いやでも本当美味しい。あ、せっかくなんで先ほどの鶏さんもいただいてみたいと思います。ほら、もううまそう。何この油この色。これやばくないこれ。うわっ。うん。うん。こけこけ。こけ。うまい。うわっ。すげえうまい。しっかりジューシーなんだけど、身がしっかりしてる。で、しつこくないの、油の切れが。これで、スーパータンパク質。ほら、筋肉、筋肉。筋肉にいいよ。筋肉に効いてきたよ。うまい。せ、天哪、真熱い。あち、ただろうへん、ジューシー。あち、どめよ、新ウェーブ。これ、僕保証します。台湾で一番のハッカ料理。本当に美味しい。おそ、今めす、台湾第一名だ。真的。嗯，真的好吃。今天谢谢老师，谢谢谢谢，好吃。谢谢你啊。嗯，我继续吃。好，你继续吃。这个鸡蛋好吃，怎么样？哇，这个真的很好吃。いやもうお腹いっぱいなんですが、私タオイエンの若者のスーパーおすすめスポットにやってまいりました。ドドーン、ビューティフォー、100万ドルの夜明けですよ。こちらもうね、こちらタオイエンの若者のデートスポットになっております。で、ここのね、このおしゃれな雰囲気でおすすめのドリンク頼んだんで、いやいや、まだかな、まだかな。綺麗やな、しかしここ。いや、お、お、来ました。ここのおすすめ、ブルーハワイ。シェ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 。わあ、我发现大家都是情侣。一个人来看夜景也不错。怎么？你安慰？你安慰我是不是？谢谢谢谢。哎，你单身吗？对。哎呦，独身だそうです。那要不要就坐下来？断られた。振られた俺。先生先生、没关系。いや、已经习惯いいからね。もうね、一人になれちゃったから。いただきます。あ、おいぴ。でもね、できればね、やっぱりね、カップルで来たかったな、ここ。でもね、一人で来てもこの十分楽しめるし、素晴らしい景色。なんでちょっと心にしみるんだろう、ブルーハワイ。宮崎帰ろっと。一人で見ても幸せになれる夜景でした。台湾から直行便で2時間の宮崎県は、九州の南東部に位置するリゾート地。降り注ぐ太陽に青い海、雄大な自然が織りなす絶景など、観光スポットも満載。また日本一を誇る宮崎牛や名物の地鶏、チキン南蛮など食材の宝庫としても有名。料理にぴったりのお酒もあります。松林が広がるリゾートエリアには、全室オーシャンビューのホテルや、世界のトッププロが認めたゴルフ場、温泉も完備。他にも神話の舞台となった観光地や美しい絶景スポット、ゴルフやサーフィンなどのスポーツが楽しめ、台湾からも多くの観光客が訪れています。今回は基隆町。やっほー、おー、いいいい。皆さん、私本日基隆町の方にやってきたのですが、見てください、この自然すごいですよね。自然がこの盛りだくさんの基隆町で、私大谷モンド、本日は体を張っていろんなレポートをしたいと思います。こちらは川原自然公園という場所なんですが、こちらですね、大自然を利用したいろいろな遊びが体験できるということなのですが、後ろポポン、ボルダリング。私本日
ボルダリングに挑戦したいと思います。登りますよ、行ってきます、ボルダリング。お、見てください、みんなこれほら、すっごい斜め。え、こんな登れる人おるっちゃろうか。すいません。はい、こんにちは。こんにちは。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、こちらでですね、ボルダリングの体験ができると伺っててですね、コースってここだけなんですか。こちらと向こうの部屋もございますので。もしかして向こうの方が簡単。そうですね、初心者コースは向こうにあります。ウォーミングアップを兼ねて初心者コースの方から。すいません、じゃあ早速よろしくお願いします。はい、どうぞ。行ってきます。どうぞこちら。はい、じゃあどうぞこちらに。はい、あ、これはなんとかなるかな。シューズはレンタルできるので手ぶらでも体験できるボルダリング。さあモンドさん、登れちゃうのでしょうか。あれ、できない。むずい、落ちる落ちる俺。ああ助けて、無理。一回降りられます。いきなりは無理なので、曽我さんに登り方を教えていただきます。まずスタートは両手で握って、で足は指定がありませんので、このコースは足はどこでもいいんで、足はどこか乗せて、これでスタート、はい、であとは赤いテープ、赤い四角いテープが貼ってある石を握って登りますと言って、あっさり登る曽我さん。さあモンドさん、頑張って。はい、いきます。で足を乗せてスタートです。はい、で左手を動かして、で足を動かして体重移動を行います。はい、上手です、上手です。はい、いいですね。そのまま右手も上がれば右手を上げて、で足を上げてって、最後ゴールですね。はい、はい、クリアです。出ましたね、いいですね。まあまあ初心者コースなんで大丈夫ですね、全然。全然余裕ですね。余裕です、余裕です。さすがモンドさん、余裕のコメント。じゃあ少しレベルを上げましょう。次はじゃあ今度ここの赤い棒線のテープのコースを、右足もこっちに上げた方がいいです。左足より少し上げないと次のがですね、下から握る、緑色のその下から握る。はい、そうです、そうです。で足を素早く上げます。左足を上げて体を動かして、その時は持てないんで足を上げて上げて、もっと上げた方がいいです。左足を上げて、あ、それでもいいです。足を内側に入れます。左足を内側に。次回って。で右足をこっちに回って。それでグッと立ち上がって。そのまま上取られてもいいです。それで黄色は届くはずです。ナイスです。でまた足上げましょう。左足も上がれば。はい。あ、いいですね。あとゴールだけもう届きますよ。気合い気合い気合い。最後気合いで。どっちでも手を出して。どっちでも。おー、だいぶ行きましたよ。あと1個でゴールです。残念。しかしここで諦めるモンドさんじゃない。30分休憩し再チャレンジ。そびえ立つ壁、失われていく握力。さあ3度目のチャレンジです。よいしょ。足を上げて、あれ緑。いいですね、いいですね。でまた左足を1個内側に上げます。取れます、取れます。よし、1段ずつ上がります。ナイス、いけます、いけます。よし、しっかり右足置いて、はい、OK です。はい、クリアです。出ました。よし、いった。 OK です。やりました。じゃあ次は向こうの部屋が行けるかと言いつつもチャレンジするモンドさんもご覧ください。足上げて両手で持ってなると思います。しっかり整えて、足を整えて、はい、クリアです。オッケーです。なかなかね、こういう、ね、傾斜を登ることってないと思うんですよ。皆さんこちらに来たら必ず遊んでみてください。ストレス発散、めっちゃ楽しいボルダリング、ありがとうございました。ありがとうございます。続いてモンドさんが体験するのはこちら、手打ちそば登場。
ということで早速体験してみたいと思います。行ってまいります。こんにちは。さあ見てください、着替えました。私大谷モンドそば打ち体験、今回の師匠江藤さんです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いや、こちらのそば打ち体験ができるってすごい僕楽しみにしてきたんですけど、ここのモットーはもう誰でも簡単にそばが打てるというような形で始めました。なるほど、僕かなり不器用なんですけど大丈夫ですかね。ああ、不器用の方がいく。マジっすか。不器用なモンドさんでもできるそば打ち、まずは材料です。そば粉と強力粉と水です。それでは作っていきましょう。まず全部入れちゃう。混ぜ合わせます、はい、もう全部入れちゃって、はい、あとはくるくるっと回してやって、はい、分かりました、はい、すごい、あ、結構なんか細やか、粉が。これはもう本当にしっかり混ざるように混ぜちゃっていいってことですよね。あ、いいけど、まだどうせ後で丁寧に混ぜますので。あ、なるほど。で、ざっくりこっちは、はい、水、はい、最初は3分の2ぐらい入れてください。はい、もう普通にくるくるくるっとかけてやって、くるくる、はい、はい、そしたら箸で混ぜてやると手にくっつく率が少ない。あ、なるほどなるほど。そうしたら、はい、今度が大事です、はい、お、大事に来ました、大事なポイント。これを軽く揉んでまた粉にしてください。なるほどね、こう優しくね、優しく優しく、こうやって粉にね、だんだんこれで粒子が細かくなってきます。そうそうそう、残りのお水を足しながらさらに揉んでいきます。そうすると次第に生地がまとまってくるのです。全部くっつけながらね、こねていくというこの作業ですね。ほらほら、なんか見たことあるテレビで、これこういうの、ほら。最後は師匠が仕上げ、生地が完成。出来上がり。まだよ。まだ、ね、ここからがそば打ちの大切な作業、生地を伸ばしていきます。いいですね。そしたら今度は 棒で伸ばす、はい、とかね。で、意外とできることが判明しました。私こうじゃなくて、はい、ここで転がしてあげて。うまい。意外とうまいモンドさん。続いて棒を使い、生地を薄く、そして慎重に慎重に伸ばしていきます。これで生地の完成です。今度は、はい、畳んで切ります。畳んで切る、はい、いや緊張するわ。あ、これ難しいっすね。疲れた。疲れますね、これね。いや、なんか緊張してなんか大事にしてしまった。ここですくってやってね、はい、粉を落としてやると、いや、完成しました。師匠、これ何点でしょうか。大負けで75点、ね、今30点出してる。いやいや、でもね、このそばを作る工程っていうのがすごいやっぱ楽しくて、で最初は難しかったんですけど、だんだん手が慣れてくるとなんか乗ってくる。で最後ね、丸くまとめて細長くして切ったでしょ。で結構テレビでもしかしたら伝わらないかもしれないですけど、サクッ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 って言うんですよ。だからそのタイミングとリズムさえつかめば結構楽しく、で癒しのリズム、そば、本当に。こちらのそばはこちらでもいただけるんですよね。そうそうそう。じゃあこれはもう作っていただけるということで、はい、じゃあ早速いただいてみたいと思います。モンドそばです。はい、75点のそばできました。うわ、来た75点のそば。ありがとうございます。お、めちゃくちゃ美味しそう。あれです、普通にめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。ちょっと早速私の手打ちそばいただいてみたいと思います。師匠、いただきます。はい、どうぞ。またね、これがね、ほら、意外とうまくできてる。あ、うまっ。自分で言うのもなんですけど、すごい美味しい。で、気にならないバラバラが。自分でお蕎麦を売って、で、この場で作ってもらって食べるってなかなかできないですもんね。そう、美味しい。うん、頑張った甲斐がありました。
頑張ったからやりましたよ、僕。ありがとう。師匠、美味しいっす、これ。またこれも美味しいな。はぁ、大満足、大満足。いや、騎乗いいとこやな。この大自然に囲まれたね、この騎乗。朝ね、ボルダリングめちゃくちゃ楽しかった。もうでも手パンパンですけどね。その後のそば打ちでね、やっぱそば打ちを通じて食べ物の大切さ、そしてあのご主人の笑顔、緑と人情の街騎乗、最高です。ボンドの宮崎台湾行き台湾、次回もお楽しみに。